無事に元気な男の子が誕生したことを父親としても心から嬉しく、そしてほっとしています。今日1月の17日は阪神・淡路大震災から本日で25年に河野太郎防衛大臣との間でですね、この話が話し合われたんじゃない期間というものを数年ということで自治体に費用と今日1月の17日、深夜になりますけど、無事に、元気な男の子が、誕生したことを、父親としても心から嬉しく、そしてほっとしています。母子ともに元気なことが、何よりですね、とにかくほっとしました。安心しました。そして立ち会えてよかったです。賛否両論あると思います。しかし、史上初の閣僚のいわゆる育休の取得ということで、どんなことでも今までと違う前例のないことをやるときには批判というのはつきものだと思います。公務最優先、危機管理を万全、そういったもとにしっかりと、いわゆる育休の時間をしっかりと確保していきたいと考えています。今後まだ生まれたばかりで、今日私も病院から直行している形で、じわじわとそういった父になる実感というのは率直なところこれから湧いてくるんだろうなというふうに思います。教育についてももちろん考えなければいけないことはありますが、今日生まれた日という時点で、今の私に言えることは親父のような父親になりたいなと、それは思います。